椅子に座るのが、マハーバリ。左が、小事きの少年の姿で、マハーバリ王に尋ねるバーマのマハーバリもしくは、バリとは、主に、インド神話に登場するアスラの王である。名前についているマハーとは、偉大なを意味する継承である。また、バイローチャナとも呼ばれる、ダイティア族であり、同じくアスラ王であるビローチャナを父に、プラフラーダを祖父に、ヒラニアカシプを曹祖父に持つ。また、 ダイティア族の守護女神である、コータビーを妻とする、ビンディアーバリーもマハーバリの妻である。コータビーとマハーバリーは、コバーナアスラを設けた。マハーバリーは、天界の王インドラとの戦いで命を落とした父、ビローチャナに代わり祖父プラフラーダの下で育てられた。プラフラーダは、最高神ビシュヌに帰依して、大護を得たアスラであり、祖父の訓導を受けたマハーバリーは長じて、指定会を収め、公正で、 献身的な王となった。やがてマハラバリは、父の仇を打つべく、天界に軍を進め、インドラ率いる、デーバ神族を相当して、展開、空海、地上界の3界を掌握した。彼の知性は喜びに満ち、世界は甘ねく光り輝いて、富に溢れ、3階のどこにも植えるものはなかったという、インドラを含む、デーバ神族は、戦争に負けたため今度は逆に展開から追放された。 インドララを不憫に思った神々の母アディティはビシュヌに祈りを捧げ、それを聞き届けたビシュヌは女神アディティの体内に入り、彼女の夫カシュアパとの間の息子として転生した。それがビシュヌの第五のアバターラ、ジ人のバーマナであった。ある時、バーマナは小敷きの少年の姿になり、マハアバリを称える祭りへ出かけた。そこでマハアバリは、 多くの人々に施しを与えており、自分の前に進んできた、バーマナにも望むものを尋ねた。バーマナの望みは、自分が歩いた散歩分の土地であったので、その程度ならとマハーバリは心よく承諾した。彼の死である聖戦、ウシャナーは、バーマナが、ビシュヌの化身であることを見抜き、施しを止めるよう警告したが、ダルマをもんじるマハーバリは、たとえ敵であったとしても、 一度交わした約束を保護にすることほど罪深いことはないと言って取り合わなかった。バーマナが巨大化し、マハヤバリの頭に三歩目の足を下ろす場面そして、バーマナが足を踏み出すと同時にその体は巨大化し、まず一歩目で地上のすべてを、二歩目で空海と天海のすべてをまたいだ。二歩にて全宇宙のすべてをまたぎ、もはや三歩目を踏み下ろす場所をなくした、バーマナの前に、 マハーバリは三歩目の領地として最後に残された領地である自身の頭を差し出した。マハーバリの特性に感服すると同時に彼の祖父で自分の孫でもあるプラフラーダにも免じてバーマナは彼を許した。バーマナは指定世界のスタラを領地としてマハーバリに与えた。マハーバリは現在もスタラにて親族と共に現世の安寧を祈っていると言われている。 マハーバリは一年に一度、彼の国民の繁栄を保障すべく、現世へ戻ってくると信仰されており、インドの南部ケーララ州では彼を称えるウォナムという、お祭りが毎年開かれている。インドの南部、タミル・ナード州カンチプラム県にある町、マハーバリプラムは、マハーバリの名前に由来する。マハーバリとバーマナの神話は、様々なパターンが存在し、マハーバリは、バーマナから、 地下世界を守るために三歩目の下に自分の頭を置いたとも言われ、あるいはこの時、マハーバリは落命し、その体が純粋な消え心によって性別され、様々な宝石に化したとも言われている。また、バーマナは偉大な光景マハーバリのただ一つの欠点であった、エゴを取り除き、下脱させるために現れたとも言われている。山際す男変訳、空っぽの部屋のバリ十一ページにて、 バリは空っぽの部屋でロバの姿となり、インドラと対話し、己の牽制を自慢しバリの逆境を嘲笑する、インドラ神をいめている。また、池田運役、ナムチマ人と天帝が対話の中で語った、島王の威力868ページでは、ある山の洞窟の中で瞑想するバリの前に、インドラが現れ、権威を失ったバリを嘲笑し、それをバリがいめている。 いずれの役所においてもバリは権威を誇ることの虚しさを解き、そのまま権威に囚われていればやがて失う時の悲しみに耐えられないだろうとインドラを悟している。ありがとうございます。